さてと、あとは時間が来るまで各自自由行動にしません？そうですね。それぞれまだやり残してることはあるでしょうし。せやな。ああ、そうだな。この店自由に使って構わないってママから伝言です。毛布も用意してもらったんで、休みたい時にでも使ってください。そんなとこですかね。準備が済んだら、ここにしよう。いいですか？わかった。じゃあ、明日の夕方、行動開始で。キリュウさん、準備はもういいんですか？ああ。じゃあ、いよいよですね。うわ、超話題になってるよ、今日のコンサート。え？ほんと？うん、ほら。うわぁ、ほんとだ。はるか、聞いてる？あ、はい。でもほんとよかったね。お客さん入らなかったらどうしようかと思ったけど。そうだよね。マジで頑張ろう。ああ、変な緊張してきちゃった。やっば。どうしたの、はるか。大丈夫？あ、はい。本番まであと1時間もあるのよ。今から緊張しても仕方ないでしょ。いや、そうじゃなくて。じゃあ何？あ、もしかして彼氏？だったら電話してきたら？まだ時間あるんだし。はるか、許してくれるよね、おじさん。それじゃあ、そろそろドームに向かいますか。ああ。ちょっと大変よ。どうした？テレビつけて。速報です。本日17時過ぎ、警視庁は東京神室町中心部にあるビル、ミレニアムタワーが何者かによって占拠されたとの発表しました。犯人は広域指定暴力団東上会の幹部、真島五郎氏を人質に最上階に立てこもっているとのことです。繰り返します。本日17時過ぎ、警視庁は東京神室町中心部にあるビル、ミレニアムタワーが兄弟が何者かによって占拠されたとの発表しました。どうしますか？コンサートまで時間がありませんが。とにかくミレニアムタワーまで急ぐぞ。Thank you.
逃げろ。どういうことや。どうした。この男の大門、真島組のもんや。なんだと。え、どうなったんすか、これは。そういうことだったのか。奴らの目的は桐生さんと冴島さんの命だけじゃない。この町から完全に真島組と東条会を追い出すことにあったんだ。真島組と東条会を追い出すだと。きっと奴らはこの騒動を真島組の仕業に見せかける腹なんです。真島さんを人質に取ったのもそのため。真島さんを犯人から救おうとした組員たちの暴動に見せかける演出なんですよ、これは。どうしましょうか。このままじゃ真島さんも遥ちゃんも、いや、この町全員の命が危ない。ここでいくら戦っても拉致が明けません。手分けしていくしかないようだな。頼みがある。俺を真島の兄弟のとこに行かせてくれ。冴島さん、兄弟が生きとると分かった以上行かなあかん。一発ぶん殴ってやらんと気が済まんわ。はるかちゃんはどうしますか。俺が行きますよ。それがいい。お前が。ねえ、桐生さんじゃ目立ちすぎますからね。それに俺は球場にも詳しいし、敵に顔もろくに知られてないはずですから。だが間違えば命を落とす危険性もある。お前だけを生かせるわけには。そんなこと言ってられる場合じゃないでしょう。シナだ。俺の夢は元を正せば堂島君にもらったようなものなんです。沢田と甲子園で出会うことがなければ俺の野球人生は20年前に終わってたはずなんだ。だが俺は堂島君に夢を守ってもらった。だから今度は俺が堂島大吾の夢を守る番なんです。俺に行かせてください。俺が必ず遥ちゃんを守ります。その代わり桐生さんと秋山さんは堂島君が命がけで守ろうとしたこの町、それに東条会を守り抜いてください。お願いします。わかった。冴島、品田、ここは俺と秋山で守る。その間に地下からそれぞれの場所に向かえ。ああ、はい。それじゃ行くぜ。
せ品田。よくこれだけ集まるもんだ。こんなとこまでおったか。やるしかないですね。ああ行くで、品田。
つ頼みたいことがある。何ですかこんな時に。ドームに行ったら多分ババっちゅうやつがおるはずや。ババ？ああ、黒沢の手下で俺のことを脱獄するよう導き出したやつや。それで何を。そいつにおたらな、伝えてほしいんや。俺はこの町でずっとお前を待っとるてな。は？何ですかそれ。俺はあいつと杯交わす約束したんや。杯？あいつはまだ若い。ぶん殴って目覚まさせてやらんと何しでかすかわからん。せやから遥だけやなく馬場のことも救ってやってほしいんや。ったく、義理人情もここまで来るとすがすがしいですね。あ、なんか言うたか。いや、とりあえず今目の前の敵を片付けましょう。
開始1分前。はるか、準備はいいわね。さあ、夢のユニットドリームラインの始まりよ。私たちも思いっきり楽しもう。